ザ・サッポロタワーことには、札幌市西区八軒一条西一丁目に所在する超高層マンションである。施行者は1996年11月に発足した JR ことに駅北口地区市街地再開発組合で JR ことに駅北口地区第一所市街地再開発事業による都市計画に従い建築が決定されたものであり、 市街地再開発組合の発足から2006年の完成までに20年かかっている。2004年2月28日の読売新聞では地上40階建て高さ135メートルの北海道で一番高い超高層マンションとなる予定であり札幌市の新たなランドマークとして注目を浴びそうだと報じられた。高層階からの景色を売りにしており計画では 最上階の部屋の販売価格は7800万円から1億円に及んだという。しかし、約3ヶ月後の同年5月21日の読売新聞では、より高い D、グラフォート、札幌ステーションタワーの着工が報道され、これが道内最高層のマンションとなるとされている。開発前の敷地は JR 琴似駅に近い立地条件を有していたが、地区内には、 木造で老朽化した倉庫、家屋等などの建築物が多く、土地利用は低い状況であった。このため地域の活性化に合わせて、土地の合理的かつ健全な高度利用と、都市機能の更新が求められていた。空中保老によって、JR こと二駅やベルビュータワーこと2等周辺のマンション群とネットワークが結ばれた。また、自走式駐輪場、商業、 業務等が整備されたほか、札幌市都市景観重要建築物として第1号のレンガ館は耐震補強され、地域のためのコミュニティスペースとして開放されている。JR 琴似駅の後ろに所在しており、近くにはベルビュータワーことにや、プレミストことにスカイクロスタワーが建っている。現在も高層建築物などの計画が進められている。ありがとうございます。